自分らしい生き方、なんだろう、すごい伝えたい、なんて言えばいいんだろう。今はベビーグッズをデザインしたり、何かをつかむために何かをし始めなきゃいけない。写真が全く別物っていうよりは、この写真からこう一曲生まれるんじゃないかなって。たまたまその動画とかでボーンってなんかポッピンして、何も知らないなって思ったんですよ。伝えるって言葉だけじゃないんだ、ゼロからもう一回やり直してみたい。自分の中でのスターってのは思い描いていて、もう突き進むしかないっていう。地球上の皆さん、こんにちは。もしアメリカに行ってお仕事とかできなくなったらどうすんのとか、あ、うるせえと思って。いや、怖いです怖いです。なんなら今もちょっと怖いかも。認めてもらおうってやりだすと、まあ、多分足が一歩前に出なくなると思うんで。自分以外の誰かの物差しでは判断できないと思うんですよね。何が正解っていうよりかは、結果自分が決めたのが正解だっていうふうに思うようにして。私ならできる、もう自分に対して言い聞かせるんですよね。未来の心配は未来のケミオに任せて、今の心配は今のケミオがやるからみたいな。毎日日々刺激的ですし、2つやるとその分世界が広がるので、スイッチしてシフトチェンジするのかもしれないんですけど、探してるものは一緒なんじゃないですかね。いや、もっとあれ頑張っとけばよかったとか、反省すべき点はたくさんあるけど、やらなきゃよかったことなんて一つもなくて、自由に楽しんでる姿が一番輝いていると思えるので、そういう生き方がしたい。耳を澄ませて、自分の可能性を信じて生きる。自分らしい自分に、生き方に、毎日に、挑戦に、あなたに。スイッチオン。